江南インターチェンジは、滋賀県甲賀市江南町新張にある、新名神高速道路のインターチェンジである。当時の甲賀郡江南町に、建設の要望を受けた滋賀県が2003年に、国土交通省に建設を申請し、翌年の2004年に認可され地域、活性化 IC として建設されることが決まり、滋賀県と西日本高速道路が建設した。 関西初となる地域活性化 IC となった。総事業費49億円のうち、滋賀県が34億円を、ネクスコ西日本が15億円を負担した。建設時には、滋賀ら IC から国道307号を、軽油首都 IC まで10分で到着でき、時間短縮の面では、効果が薄かったため、予算の妥当性に疑問があった。 共用前の2009年2月6日には、高速道路での逆走を、カーナビゲーションで防止するシステムの実証実験を、東 IC のランプで、日産自動車が、ネクスコ西日本の協力を得て実施した。当初予定よりも約1年前倒しされた2008年2月23日の、新名神高速道路亀山ジャンクション草津田上 IC の開通時には、工事が終わっていなかったため、 一年一ヶ月後の2009年3月20日に開通した。本線への流入ランプ分岐地点の京都大阪の方向案内標識の下に名神の補助案内標識が名古屋伊勢の方向案内標識の下に東名阪伊勢道の補助案内標識が設置されている。滋賀県警察高速道路交通警察隊港南分駐所が併設されている。 開通直後の通行台数は約3800台で西日本高速道路が予想した1日の平均通行台数の3000台を800台程度上回った IC と PA の相互利用が不可能なことを示す案内標識高速道路本線への流入では港南 PA と同じランプを共用し港南 PA をハサミランプ内に東 IC との合流点と分岐点が設置された そのため、大津インターチェンジ、SA 等とは異なり、構造上は等 IC と港南 PA 間を上下線流出入問わず移動することができない。このことを事前に知らせるため、本線の上り線は、港南トンネル手前から、港南 IC、PA 流出ランプにかけて、下り線は、流放四股動橋手前から、港南 IC、PA 流出ランプにかけて、港南 IC、 PA の構造を知らせる案内標識が数箇所に設置され、上記の案内標識や、港南 IC、PA への出口案内標識には、PA 利用後は、ナンインターへは出られませんという黄色の案内標識が連続的に設置されている。また、滋賀県道343号ナンインター線と、東 IC から本線への流入ランプには、港南インターから、 高南 PA はご利用できませんや、ここから高南 PA はご利用できませんという案内標識が数箇所に設置されている。元来、建設計画時に国土交通省と滋賀県警察が安全対策として、このような相互利用ができない構造での施行が検討され採用されたが、共用開始後に利便性の面などから、高賀市が PA 利用後に、 IC へ流出できる構造にする改良工事をネクスコ西日本や滋賀県などの関係機関に要望している。構造的には PA から IC への流出路の新設工事は可能となっている。滋賀県統計所平成30年度高速道路インターチェンジ別出入、交通量。滋賀県総合企画部統計課。2021年1月23日閲覧。 報道ステーション、高速道路における逆走事故とその対策について、道路新産業開発機構、2012年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ、2012年1月12日閲覧、高貨市議会だより第18号2009年5月1日、発行新名神地域振興特別委員会、ナーインターを活かそう。 新名神高速道路湖南インターチェンジが平成21年3月20日に開通します。ネクスコ西日本2009年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年2月16日閲覧 ETC レーンの通過速度抑制対策を全面展開します。ネクスコ西日本2009年6月27日時点のオリジナルより アーカイブ2009年6月27日閲覧ありがとうございます。